ヤキブニンヤクンテと申しますぞ。今回も前回に引き続きお祭りの出店やってでランクマッチに潜っていきますぞ。メンツは金魚すくいのヤーユイ、スーパーボールすくいのヤルマイン、ヨーヨー釣りのヤローテ、カラーヒヨコのヤドリドリ、お面のヤオリポ、そしてでかい風船のハンマーのヤカヌちゃんですな。では試合まで勝った以外ありえない。対戦相手が見つかりましたな。ヤブミヤシ対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーはイーユイ、このヨザル、羽ばたく神、ハッサム、カイリュウ、そしてパオジャン。ではサブミヤシ対戦よろしくお願いしますぞ。相手の初手はイーユイミラーですな。イーユイミラーはどうするべきなんですかな。本当にとりあえずヤバヒと叩き込むつもりではいますが、お互い災いの弾はこれで無効化しているんですよな。そういうメッセージは別に出ませんが、引っ込める、誰か受け切れるものがおりましたかな。カイリュウ、まあ、半減受けとマルチスケール受けというわけですな。ではヤバヒドが大炸裂ズドン。まあ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 、こんなものでしょう。で、お相手普通にこれは地震を打ちに来ているんですかな。地震ではないと判断。ヤカヌちゃんで。さあ、どうしてきますかな。でっかいヤカヌちゃん。カモン。カタエブリで丸付け無効なので、ここ羽休みだとかなり美味しいのですが、そんなことはなかった。だってさすがに、いや上を取ってる可能性がないわけではないですが、相手からして相手目線で引きたくなるならストーン位置は刺さるというわけなんですよな。神速は耐えるか耐えないかぐらいの HP をしておりますので、すん抜きましたな。ですが交代弓が決まりませんでした。ヤカヌちゃんが抜いているので、これはそのままヤーユイで相手してもいいかもしれないんですよな。悪の波動でこだわるのは対イーユイにおいてどうなのか。ここはこいつが全部持っていくしかないでしょう。炎の渦で。キングブルー。半分いかないのはいいですな。では、炎の渦。撃破がありえない。丸隙がなければこんなもんですぞ。ねえ、お相手のいい優位を照らしたりしてでも倒さないといけないんですが、羽ばたく神。こう一歩の役割がないんですな。さあ、五大活性で S が上がって上から何がしか飛んでくるんですよな。では、いきますか。お相手のテラスタル。これはフェアリーテラスタルモンフォースやつですかね。あ、おかしか。ドン。うお、でかいでかい。でかいよこのロウソク、大きすぎよ。あー、いきなり裏声出すのやめていただきたいというよりは無法耐えます。ここ半減にして無法耐えますね。素晴らしい耐久ですな。了解し、テラスタルイッチ炎の渦、良い負担からの追加効果で倒しましたな。素晴らしい火力ですな。素晴らしい火力なんですが、ここからお相手のイーユイをどうするのか。こちらが炎単タイプ、お相手素早さ勝っているので悪の波動こだわってなければ迷わず選んでくることでしょう。ここで湧いてしまうんですな。まあ炎テラスタルのおかげですかな。悪の波動は耐えられませんな。ではヤオリッポに全てを任せますぞ。一応モロハなら倒せるはず。やる気満々ヤオリッポ、顔が重いぞヤオリッポ。耐えるじゃやりない、耐えましたな。ではモロハの頭突きが炸裂、一撃がやりえない。素晴らしい火力ですな。では、サブミヤシ対戦監視。ガヤリアン。反動が山越える。倒れてしまいましたな。ですが、こちらの勝ちですぞ。
対戦相手が見つかりましたな。対戦よろしくお願いしますぞ。プラスとは一体、あ、魔女お相手のパーティーは魔女、ルカーリオ、ヒートロトム、デカヌちゃん、ゾロアクマリルリ。では、対戦よろしくお願いしますぞ。さあ、お相手の人はデカヌちゃん。まあ、初手といえば、ということですよな。さあ、一体何がボーナスなのか知りませんが、こちらが焼き払ってしまえば、ボーナスでしょう、何があっても。自信は覚えないことをよく知っておりますので、炎の渦かオーバーヒートかなんですが、デカヌちゃんの耐久を舐めてはいけない。上を取られてるのは確定。ボンジャーが飛んでくる可能性もある。オーバーヒート以外ありえない。ネカラムシ、うん。まあ、それはいいでしょう。では、次こそ焼き払いますぞ。引っ込める。さあ、炎を受けられるのはマリルリとロトムですが、マリルリ。しかし、メガネオーバーヒート。どれだけ入りますかな？ズドン！すさまじい火力ですな。次で落とせますが、わざわざ悪事を受ける意味も特にないような気がしなくもないんですが、行きましょう。タイリがやりえない。ハチマキですな。ハチマキならば逆にそういう立ち回りをすればいいだけですので、やるまいんで。おねむのやるまいんで行きましょう。草寺までするかですよな。しませんな。さすがに一発で落ちるわけはありませんぞ。撃破やりえない。さーて、デカニちゃんを見せてはしまいますが、問題ないでしょう。デカヌミラーになりますかな。この出し方なので、型破り表示順で、こちらが S の不利なことはバレないはず。まあ、バレたからなんだという話ではあるんですがな。さあ、お相手のラストは誰なのか。というか、マルマインの仕事はどこにあるのか。ルカリオのバレパンを耐えるぐらいのことはできますが。さあ、デカヌミラー。風船持ってないのは先ほど確認取ってますな。地ならしで。畑ロス。命の玉が落ちましたが、まあいいでしょう。まあ、とりあえず、お相手も命の玉。地ならしますぞ。デカハンマー圏内とはとても言えませんな。ゾロワークだった。叩き落とすゾロワークなんているんですな。ここは普通にじゃれつくで。なんかハンマーに見えなかったので、本当に何が起こったのか一瞬わかりませんでしたな。では、じゃれつく！ドバラバラバー！撃破やりえない。さあ、あとはデカヌちゃんが出てくるのみですな。そして地ならしを見せてしまいましたぞ。先ほど叩きを打ってきましたが、それはあくまでゾロワークなので、まだ何も判明しておりませんな。ネコラムシーン、うん。というか、玉止めで気づくべきだったんですな。テラスタル。さあ、マルマインが電気技を打ちやすいテラスタルならいいんですが、ドン。鋼。火力を上げる鋼。ネカハンマーの火力を上げる鋼。こちらのデカハンマーを半減する鋼。とりあえず連発はできませんので、やる前にデカハンマーは飛んでこないが、問題は本当にそこなのだろうか。あやつの雷の火力を信じるしかないんですな。おねむな、やる前に、デカハンマー猫魂、じゃれつくですかな？一冊の？はーい！なーにやってるんですかな？当たらなきゃどうしようもありませんぞ、アンコール！アンコール、これは、これはどういうことですかな？望むところですぞ！必殺磁石！はーい！何やってるんですかな？外しをアンコールされたわけではないんですぞ！しかし半減、耐えるがやりえない！半減だからといって、だからといってやる前の耐久を過信してはいけないんですな。そして、片振りなので誘惑もありませんでしたな。ボーナスプラス死体戦監視以外、ありえない。ここまでご視聴感謝以外ありえない。というわけで、今回はヤルマインの紹介をしますな。テラスタイプは草。持ち物は磁石となっておりますぞ。モンスターボールがよく似合いますな。で、磁石でタイプ1の雷とボルトチェンジの威力を上げますな。で、テラバーストを打つため、
に照らしたいパークさ、まあ、地面タイプへの有効打ですな、有効打兼半減受けといった感じですぞ。ねえ、技が本当に足りないので寝言が入ってますな。まあちょうど今後ろで寝てますが、ねえ、特性誘爆は接触技で倒されると相手にちょっとダメージを与えることができますな。攻撃の個体値はもちろんゼロ、イカ様対策ですな。努力値は HC ですな。そしてこいつはお眠なヤルマインですな。今も寝てますぞ。というわけで、ここまでご視聴感謝ガイアリエン。